タート。浅間三振か。追い込んでいます。続けた三振。二者連続三振のスタート。浅間杉谷から奪いました。変化球。レアードへのファーストゴロ。三者凡退のスタート、佐々木朗希。1回の表ファイターズは0点です。ああ、しかしストレート空振りの三振3つ目。変化球サードゴロ。2アウトになります。選んだのはストレート、157キロ見逃し三振4つ目。変化球打たせたサードゴロ。おっと送球それたんですがタッチアウトです。ランナー変化球で空振り三振5つ目、毎回の奪三振です。考えで望んでいる進化を見せています。ストライク見逃しの三振6つ目毎回です。杉谷としては体の今日は一つポイントになります。ストレートで三振投げてきます。ストライクだ。8個目落として三振です。これで9つ目になりました。毎回の6三振は継続です。1回2つ、2回2つ、3回1つ、4回3つ、1種類、3種類持ち方で変化があります。今度は直球2桁だ。奪三振毎回プロ初10奪三振です。この6回で達成しました。154キロでした。追いつくか。変化球で空振り三振11個目を奪いました。6回まで毎回の11奪三振。しかしファイターズが2点を返しています。ゲーム3対2で6回の裏に向かいます。